日本ではレールガン開発が加速していますが、またアメリカでも新型砲弾の開発が進んでいます。今回はアメリカ陸軍が開発中の新型砲弾を詳しく見ていきますね。レールガンやレーザー砲をもしのぐ次世代兵器みたいです。やはり小型化するとマジ怖い。次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器などが主流となる可能性があるとして、たびたび取り上げられるのを目にするが、一足飛びに実用的な兵器として採用されるのは、未だ先になりそうだ。レールガンは、アメリカはもちろん、ロシアや中国、トルコなどでも研究が進められていることが知られており、この分野でも、やはりアメリカ海軍が、一歩先行しているように感じられる。レールガンは、削薬を使用して、砲弾を射出する従来の、火砲と異なり、砲弾部分を、電磁誘導の力で撃ち出す兵器であり、物理学上のローレンツ力を応用した原理で動作させるものだ。その原理上から、レールガンは、大電流を安定的に供給する必要があり、かつまた、発射する砲弾部分の加速に、十分な距離を確保する必要があるなど、制約も多く、実用化には、もう少し、時間が必要になるだろう。アメリカ海軍は、2015年時点で、全長約 9.1 メートルのレールガンから、重さ約 10kg の砲弾を、最大でマッハ7の速度で、約 185km の射程距離で撃ち出す計画を予定していたが、実現はしていない様子だ。レーザー兵器も世界各国で開発への取り組みが行われているが、やはりアメリカ海軍が先行しているといえ、2020年5月には揚陸艦ポートランドから一応無人航空機の撃墜実験を成功させている。ただ、レーザー兵器自体の開発は半世紀以上前の1960年代頃から始められており、それを考えればなかなか実用化までには至っていないというのが実情のように感じられる。そうした一方で、アメリカ陸軍は新たに HVP 超高速発射体と呼称される砲弾を 155mm 自走榴弾砲から発射し、敵の巡航ミサイルを模した標的の無人航空機の撃テストに成功したという。この撃テストは2020年9月初旬に、アメリカのニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場で実施されたもので、次世代の自走榴弾砲のあり方を示すものとして、非常に重要なものだと思える。ここでテストされた HVP 超高速発射体砲弾とは、実に、発射時の初速がマッハ5以上にも達するとされており、巡航ミサイルを模した、BQM-167 無人航空機を見事に撃ち落としたと報じられている。アメリカにおいても、榴弾砲を用いた航空目標の撃は、これが初めてこととされており、この実現にあたっては、ABMS、アドバンスドバトルマネジメントシステムによる射撃管制が行われた。アメリカ陸軍では、次世代の自走榴弾砲に、この HVP 超高速発射体砲弾を使用することで、有効射程距離で 100km 以上を目指し、今回想定の巡航ミサイルは、元より弾道ミサイルの撃も視野に入れているという。これが実用化されれば、対地攻撃用途を主任務としていた 155mm 自走榴弾砲が、対空目標に対する攻撃も可能となるため、兵器としての運用の幅が大きく広がることが予期されると言えるだろう。また、現時点では、この HVP 超高速発射体砲弾の単価は、約900万円強と、絶対的な金額としては、安価とは言い難いようにも感じられるが、弾道ミサイルの最終撃
劇用に配備されてる PAC-3 は、一発で約3億円は下らない。そのため、この代用を行えるということになれば、十分コスト的にも見合うことになり、テストで成功した無人航空機撃墜の実績は、アルバニアとアゼルバイジャンの戦闘でも、顕著となったそれらへの対処も期待できる。現在、アメリカ陸軍が、155mm 自走榴弾砲用に配備しているのは、最大射程距離が、約 40km の M982 砲弾で、これも、地上目標への GPS を使用した、精密誘導が可能であり、一発あたりのコストは約700万円と言われている。これを考慮すれば、先の HVP、超高速発射体砲弾の単価約900万円強は、コスト面から見れば、すでに、十分に合格点に達しているのではないかと思えてくる。同時に、アメリカ海軍でも、ハーレイバーク級イージス艦などに搭載されている、5インチ単装砲、127mm、MK45、MOD 4、から、発射可能な HVP、超高速発射体砲弾をすでにテストしており、いずれ実用化されるだろう。アメリカ海軍では、2018年のリムパック演習時に、この砲弾の試射を行ったとも伝えられており、その砲弾は、最大射程で約 80km、速度マッハ7以上に達するものと見られている。個人的には、155mm 自走、榴弾砲用での HVP、超高速発射体砲弾の運用は、日本においても、陸上配備型の、イージス・アショア計画の中止についても、一部、その用途を担えるのではないかと感じる。現在、日本は、イージス・アショア計画の中止の代替案として、ミサイル防衛専用のイージス艦を新造する方向で進む模様だが、今後、この HVP、超高速発射体砲弾も、追加で検討できればベストではないだろうか。